戦力外通告は第1次通告機関と第2次通告機関の2回行われます。第1次通告期間は原則として10月1日からセパ両リーグのレギュラーシーズン終了の翌日まで、今期で言いますと10月1日から10月3日までということになります。第2次通告期間はクライマックスシリーズ全日程終了の翌日から日本シリーズ終了の翌日まで、今期は10月24日から11月6日までです。日本シリーズに出たチームは日本シリーズ終了の5日後までとなります。最近は引退した選手が戦力外通告について語ってくれる機会が増えましたが、8月以降は特に出番がもらえず潮時を知るそうですね。当落線上にいる選手はこれから落ち着かない時期を迎えます。首位をひた走る阪神ですが、今オフもドラフトで新人が入ってきます。新人が入ってくるということは、その分だけ選手が退団するということです。今回の動画では、崖っぷちにいると思われる6名の選手を予想してみました。内野激戦区で崖っぷち？虎の元気印の男とは？まずは、トレードなどで内野手が激戦区となったことで、立場が厳しくなった選手を紹介します。昨年までここぞという場面でチームを勝利に導き、ムードメーカーとしても活躍していた北条文也です。高校時代は厚生学院高校のショートとして4番に座り、坂本勇人2世として注目を浴びていました。甲子園では3期連続準優勝、2012年ドラフト2位、2016年には高卒4年目ながらショートのレギュラーに定着、122試合に出場し打率2割7分3厘をマーク、2018年には62試合の出場ながら3割2分2厘と高打率を残し、不動のレギュラーになるかと思われていました。しかし2018年の9月に左肩を亜脱臼、その後も度重なる怪我に悩まされ、思うような成績を残せずにいました。そんな中、今シーズンは中野拓夢がセカンド、佐藤輝明がサードにコンバートされ、主力級の選手が内野を独占、さらには渡辺亮をトレードで獲得するなど、右の代打としても立場が厳しくなりました。2軍では8月15日時点で打率2割3分3厘と状態がいまいち上がらず、現時点で1軍出場がありません。ここぞという場面の勝負強さやユーティリティ性はありますから、現役ドラフトやトレードで北条を欲しがる球団はあるかもしれません。昨年の現役ドラフトで阪神が大竹を取れたのも、人気になったヨーカーを出したからと言われます。現役ドラフトで上位指名するために北条を出しても良さそうです。かつての新人王も崖っぷち、ドラ1選手とは。近年不振が続いていることで立場が年々厳しくなっている選手を紹介します。その選手とは、天才的なバットコントロールで2016年の新人王に輝いた高山俊です。大学時代は東京六大学野球でリーグ記録となる131安打を放ち、2015年ドラフト1位、ルーキーイヤーの2016年には134試合の出場で打率2割7分5厘、136安打、8本塁打、65打点を記録。坪井智近氏が保持していた公式戦シーズン通算安打の球団新人記録を更新し、新人王を獲得しました。その後は3年連続で1番で開幕スタメンで出場しますが、打撃不振で年々出場機会が減少。近本浩二の台頭もあり、2021年はシーズン通して初めて一軍出場がありませんでした。本人も覚悟を持ってレギュラー奪い取ると誓い挑んだ今シーズンは、一軍キャンプに招集されます。オープン戦まで一軍に帯同しますが、打撃不振で2軍に降格。2軍でも8月15日時点で2割4分と状態が上がらず、未だに一軍での出場がありません。近本が怪我した時に高山が呼ばれそうなものでしたが、呼ばれなかったのも気になります。北条同様、立場は非常に厳しく、現役ドラフトでの放出や戦力外通告の可能性も考えられますが、今年の現役ドラフトは2巡目もありそうで、
北条と高山を出した場合、二人とも指名されそうですね。屈指のユーティリティプレイヤーも崖っぷち。球界が誇る慶応ボーイとは。続いては、昨年86試合に出場しながらも、トレードや監督交代などで一気に立場が厳しくなった選手を紹介します。その選手とは、2020年オフに読売ジャイアンツから金銭トレードで移籍した山本康弘です。山本は慶応義塾高校、慶応大学を経て、2015年巨人からドラフト5位指名を受けます。ユーティリティプレイヤーとして活躍し、2019年にはキャリアハイの92試合に出場。トレードで阪神に移籍してからも内野全ポジションを守れるユーティリティ性が重宝され、2年間で165試合に出場。今シーズンも1軍での活躍が期待されていました。しかし、ユーティリティプレイヤーを重視する矢野監督からポジション固定を掲げている岡田監督へと変わったことにより、ファースト大山雄介、セカンド中野、サード佐藤、ショート木浪聖也と内野が固定され、どこでも守れる便利さを武器にしている山本は一気に立場が厳しくなります。ダイソーでは上田海や熊谷隆弘ほどの走力はなく、代打では渡辺や原口文人ほどの打力がないため、ピースとしてはまりにくくなっているのが現状です。今シーズンは一軍での出場機会がなく、ファームでは8月15日時点で打率2割5分2厘ともう一つインパクトがありません。しかし山本は一定の打力、走力、守備力を兼ね備えていますし、また佐藤輝明はシーズン通して活躍できる体制ではないことから、残りの今シーズンや来年以降出場機会があるのではないかと個人的には考えています。あと一歩のチャンスをつかめず、打力が武器のプレイヤーとは。続いて、監督が代わりチャンスをもらったものの、つかみきれなかった選手を紹介します。その選手とは、スイングスピードの速さと身体能力の高さが持ち味の、走攻守にバランスの取れた内外野守れる板山雄太郎です。板山は、亜細亜大学を経て、2015年ドラフト6位で入団。ルーキーイヤーの2016年は1997年の今岡誠現打撃コーチ以来19年ぶりとなる新人でのクリーンアップでのスタメン出場を果たします。フレッシュオールスターゲームではホームランを放ち優秀選手賞を受賞。一軍公式戦では40試合に出場し打率2割3分6厘と次年度以降のさらなる飛躍が期待されていました。しかし2年目以降は他選手の台頭や打撃不振に苦しみ、ファームでの生活が続きます。しかし、昨年の秋季キャンプで岡田新監督の目に留まります。キャンプを通して意外だった選手を問われると、予想外に思ったんは、そら板山。左打者では一番ええんちゃう？守りも無難にこなすし、肩もええ。思ってる以上やな。びっくりしたわ、と板山を絶賛。そのまま春季一軍キャンプに抜擢されました。春季キャンプでもアピールを続け、開幕一軍入りを果たします。パンチ力を生かした打撃を期待されていましたが、主に代打での起用で17打数1安打と結果を残せず、5月1日に登録抹消。そのまま2軍での生活が続き、2軍では8月15日時点で打率2割1分3厘と苦しんでいます。ここ数年結果が出せていないだけに今シーズンオフの動きに注目です。豪快な一発が魅力、ロマン砲の新戦力とは。昨シーズンオフトレードでタイガースに移籍した選手を紹介します。その選手とはパワーが魅力で2021年には1軍で8本のホームランを放った高浜優斗です。高浜は横浜高校から2014年ドラフト会議で日本ハムファイターズから7位指名を受け入団。2020年までは1軍での出場がほとんどなく苦しいシーズンが続いていました。しかし2021年打撃面で存在感を示し、シーズン途中からファーストのレギュラーに定着。自身最多の107試合に出場し、打率2割6分2厘、8本塁打とキャリアハイの成績を残します。
このままレギュラーをつかみ取るかと思われましたが、2022年は結果が出ず、新型コロナウイルスの感染もあり、わずか7試合の出場に終わります。日本ハムでの立場が厳しくなった中、昨年オフにチームメイトの渡辺亮とともに江越大が斉藤幸也との2対2の交換トレードで阪神へ移籍、登録を外野手に変更しシーズンに挑みます。しかし春季キャンプから2軍での生活が続き、現在も1軍出場がありません。2軍では打率2割5厘と低迷しており、移籍1年目ではありますが厳しい立場となっています。トレードされて1年目での戦力外通告や現役ドラフトは考えにくいですが、来季も厳しい立場であることは間違いなさそうです。チーム最年長も崖っぷち、プロ15年目のベテランとは。最後はチーム最年長でリーダー的存在として活躍が期待されている選手を紹介します。その選手とは、2021年のシーズン途中、中谷正広との交換トレードでタイガースへ移籍した仁保明です。仁保は九州国際大附属高校を経て、2008年のドラフト会議でソフトバンクから育成2位指名を受け入団。2012年に支配下契約を結び、2015年には中継ぎとして44試合、2018年は35試合に登板します。2020年には先発として4勝を挙げますが、ローテーションをつかむまでには至らず、登板機会が少なくなっていた2021年にトレードで阪神タイガースへ移籍します。8月14日には6回途中3失点で移籍後初勝利を挙げますが、その後は勝利がありませんでした。昨年はファームで最多セーブを獲得するも、一軍登板はありませんでした。今シーズンは春季キャンプの途中に一軍合流するも、オープン戦でアピールできず、開幕二軍スタート。ファームでも8月15日時点で1勝4敗、防御率 7.16 と苦しんでおり、未だ一軍での登板がありません。33歳とチーム最年長であることもあり、来シーズンの契約をつかみ取るのは厳しいかもしれません。現役ドラフトで出して他球団から指名されなかった場合、戻ってくることになります。戦力外通告される可能性が高いと思われます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。北条は一時期鳥谷を抑えてショートに起用されていましたし、不動のショートになると思いました。高山も新人王を取った年が一番良かったというのも寂しいです。今年は岡田新監督に代わり、一軍の沖縄キャンプに呼ばれ元気な姿を見せていましたが、二軍落ちしてからここまで一軍に呼ばれていません。一軍に出てきてほしいですね。ご意見や応援メッセージがありましたら、コメント欄に書き込んでくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。